はい、折り紙で作る季節の箸置き、今回は栗の箸置きをご紹介したいと思います。では早速作っていきます。まずご用意いただくのが10cm×10cm の折り紙になります。これを三角に半分に折っていきます。さらに三角に半分に折ります。そしてこの時にしっかりと折り目をつけるようにしてください。一度開きます。今度は手前のこの頂点が今つけた線の中心に来るように折っていきます。こちらの点もこちらに向かって折っていきます。こちらも同じように折っていきます。はい、3点が中心に来るように折ったところで、この横の線で手前に折り倒します。はい、今度はこの水平の線が中心に来るように斜めに折ります。ここを基準にして斜めに折ってあげます。反対側も同様に水平の線が中心に来るように折ってあげます。はい、このような形になります。一度開いてあげて、この斜めの線が中心に来るように内側から指を入れて、このように合わせます。そしてこちらから内側から指を押さえて外から倒します。このような形になります。左も同じように一度開いてあげて、この斜めの線が中心に来るように折ってあげます。そして外側から折り倒して このような形になります。今度はここをこの三角の部分をここの線で上に折り上げてしっかりと折り目をつけていきます。これは後で、飾る時の足の役目を果たしていったりしますので、ぜひここはしっかりと折ってみてください。今度は、ひっくり返します。ひっくり返したらこの頂点がこの真ん中の線に来るように上に折り上げていきます。一度開いてこのつけた線に合うようにこの頂点を折ります。
そしたらまたこの線で折ってあげて、さらにもう一度折り上げていきます。はい、このような形です。今度は、斜めにですね、向こう側に向かってこのように折ってあげます。今度は左側も斜めに折ってあげます。はい、このような形です。今度は栗の丸みを作るために、ここですね、ここを少し向こう側に向かって折って丸みをつけます。同じように左側も少し向こう側になるように、丸みをつけてあげます。今度は下です。ここも少しだけ向こう側に折ってあげて、こちらもですね、向こう側に少しだけ折って栗の形を作っていきます。はい、最後にこの栗の頂点なんですけれども、少し袋を厚みをつけるような形でつまんであげてください。このように少し立体的になるように横からつまんであげて、そして、先ほどの足ですね、足の部分を出してあげて置いてあげれば、このように栗を飾ることができます。これで栗の折り紙の完成になります。そして、箸置きとして使うときには、これをこの中にしまってあげて、はい、このようにしっかりと足をしまってあげた状態で置いてください。これに箸を置いてあげれば、折り紙で作る季節の箸置き、栗の箸置きの完成になります。ぜひ簡単なので、やってみてください。今日も最後まで見ていただきましてありがとうございました。